第4節高田式規制再食療法 A 高田式規制再食療法概要。高田光雄氏が提唱する食事療法で、断食、小食を基本としています。高田氏は、中学生時代より、慢性胃腸炎や、がん障害に苦しみましたが、断食を中心とした食事療法で、これらの病気を克服し、 この経験をもとに高打式性制彩色療法を指導しがんにも効果を上げています高打式の特徴として過食を断つことが挙げられます過食とは食物を火で煮たり焼いたりして料理することで現代の料理法で広く行われています煮たり焼いたりすることにより食物は熱変性を起こして生きている状態から死んだ状態になります このため大切な栄養素が変成しビタミンなども破壊されます日本新党の山伏の修行でも過食を禁じていますしかし生のままの食物を摂取することは人によっては消化不良を起こす場合がありますまた細菌や寄生虫の感染を起こり越しやすくなるので注意が必要です B 高出し寄生再食の要点 1一生野菜と生の玄米の粉末のみの食事を毎日連続して続ける野菜は根菜と花をバランスよく5種類以上摂取する1日量約800から 1000g とするそのまま食べると粗い繊維で消化管を傷つける恐れがあるので根菜はすり金で花はすり鉢で細かく砕いて食べる 生の玄米の粉末は1日量140から 160g とする。両方の1日総摂取熱量は約900カロリーとする。生野菜は農薬や寄生虫卵に注意してよく洗うこと。2朝食は抜き昼と夕の2回の食事とする。3生水とかき茶を1日1.8リットルくらい飲用する。 4調味料は原則としては使用しないが、4g くらいまでの食塩、レモン、リンゴ、蜂蜜などを少量使用してもよい。ご体調に応じて断食を行う。ただし、専門家の指導の下に行わないと危険である。6二四式健康体操と豊か冷や浴を併用する。これについては口述します。講打式は。 究極の食事療法といえそうですが実行してみるとまるで鳥の餌のような食事だと驚く人もありかなり実行困難で実際は8割の人が脱落してしまうそうですしかし過食を禁止し生命力に富んだ新鮮な食物を勧めている点では千島学説の視点からも理想に一番近い食事と言えます 高打式で食生活をしていた人が透き通るような肌になりまるで仙人のようになったという話もあります食品を煮たり焼いたりする過食はすでに数千年前から行われており人間の体もある程度は過食に順応していると考えられます全面的に過食を禁じることはかなり困難です特に病人が 生の食品ばかり摂取することはしっかりした指導者の下で行わないと危険です。